ない。ない。お、始まった？あ、ない。始まった。チクに乗っ取られてる。よいしょ、よいしょ。はあ、ということで、こんばんは。ね、ちょっと久しぶりかな、YouTube ライブ。ね、そうですね。こんばんは。この前そういえば、なんか YouTube アプリから見るとね、配信が途切れちゃうってなってたんですけど、あ、音が。大丈夫ですかね？ YouTube アプリから見てる方、配信途切れてないかな？大丈夫かな？ね。こんばんは。あった？ね、ということで今日もまあ1時間ですね、9時まで YouTube ライブをやっていきたいなと思います。まあ多分ね、いつも通りのね、雑談にはなりますけど、ね、まあ、最近はね、なんかありましたかね。最近はね、あれ？奄美。与論島行ったとはやったよね、確か。配信。あれやってないっけ？与論に行って、その後北海道に行って、そうそうそう。で、まあ、あと東京メトロさんのイベントに出させていただいたり、あとなんかあったか、昨日はね、元 NMB の山田奈々さんと、あと、オリラジ中田さんたちと一緒にですね、あと、タケトさんと、バニラエアさんのね、イベントに出させていただいたんですけど、ね、結構もう、あ、18回目か、YouTube ライブ。まあ、いつも同じ感じのね、内容ではありますけど、あ、この間、スーパーマリンフェスタも行きましたね、カンカンネロっての。ねえ、うん、今ほらプロ野球の年間表彰式をやってますよ。見ていくの？ねえ、先ほどね、彼らが石川歩夢投手、角中選手あたりね、表彰受けてましたけど、おねえ、まだまだこの後もあるのかな、ベストナインとかも。あ、綾瀬の車両基地ってライブ見ました。あら、本当ですか。綾瀬のね、この間の東京メトロさんのイベントは、事前抽選でね、入れる入れないだったので、なかなか、ね、来られた方、少ないのかなと思ったんですけど、あらあらあら、そうですか。あ、それ危ないよ、お茶。ね、私も久しぶりにね、ネタをやらせていただきました。あ、オーストラリアから見てますと。あ、ありがとうございます。マレーシア。マレーシア。すごいですね。マレーシアか、もう本当に全国から。ちくんダメだよ、このマイクは。みんながうるさくなっちゃうよ。ねえ。今日は何するんですか？いつもね、雑談です。結局ね、いつもは。だいたいこのコメントをね、危ない危ない。コメントを読んでるだけで終わる1時間ですね。読まないと読まないでコメント読んでくださいっていうのもあるので。ねえ。わ、今夜、サンライズ出雲瀬戸に乗ります。おー、どちらまで行かれるんですかね？目的地は。もうすぐほら、あ、18切符の時期ですね。赤の、赤の18切符が今年最後なんでしたっけ？ねえ。関西でね、主に売ってますけど、ね、10日ぐらいからかな？ねえ、18切符の時期は。しばらくね、もうね、うちもやっぱり、ちっくんがね、いるとね、あんまりね、18切符で、超長旅っていうのもできないので、あんまりね、使ってなかったんですけど、今年はやっぱ使おうかな？あ。ねえ。あ、ありがとうございます。今日初めての方もね、たくさん。あ、昨日から名鉄でクリスマストレインが走り出しました。おー。
実はね、まあ来月頭ぐらいにね、あのまた関西行こうと思ってるので、まあなんか乗れたらいいですね。どうしたどうしたの、あ、クリスマス、そう、ツリーね、ツリーね、ツリーってこと。まあ鉄道そうですね、北海道、そうそう、まあ北海道ね、行ってきましたけど、やっぱりね、昨日ね、ありがとうございます、インスタにアップしたんですけど、大島、奄美大島のね、あの反物、お着物着させていただいてね、髪とかも全部やっていただきました、セットしていただいてね、そうあ、この赤い飲み物、これはこの前沖縄で買ってきました、ハイビスカスティーです、ハイビスカスティー、これねこれね、好きなんですよ、一応ティーバッグなんだけど、このジョナさんのね、ドリンクバーと同じやつ、おお、アマゾンで買って、これね飲んでます、入れて、あ、サロンカ何は、あつき姫路できました、おお、サロンカ何は前乗りましたね、クレセン走った時に、ママこの、そうそう、ママね、そう、あ、出雲大社に行きます、いいですね、私もサンライズは乗ったことあるんですけど、出雲は行ったことないんですよ、だからね、いいですね、乗りたいな、あ、おもろ町駅、そう、ちょうどそこですね、空港駅で、那覇空港駅でしたっけ、那覇空港駅、あのユイレールの那覇空港駅にこのお店があって、ね、サンゴコーヒーっていう35コーヒーみたいなね、お店で、そう、サンゴのそういう保護活動もされている、ね、コーヒーショップなのかな、でね、買いました、うん、買った、そうクリスマスイブで息子が1歳になります、あ、おめでとうございます、もうすぐですね、降りるの、どうするの、降りとくの、あ、クリスマスね、そう、分かった、ね、クリスマスのたんびにこのツリーを触りに行かないとダメなの、忙しいね君はね、え天浜線乗ってママ以外で結構ね、最近ね、なんかね、やっぱ動画を見てるね、皆さん見てくださってるんですけど、動画っていうのはね、本当にその一部で、結構ね、喋ってるんですよ、最近は。よく、まあ他の子に比べたらね、遅いのかもしれないんですけど、結構ね、たまにご心配されている方もいるんですけど、一応ね、全部検診とか行って大丈夫ですよって言われてるレベルなので、ね、そこはまあ心配せずにね、見ていただけたら嬉しいんですが、本当にね、もっとね、言えばね、ママ、ジジね、そう、泣いてるしね、ママ、ジジも言えるね、もっと言えるね、ママ、ジジ、ちょっと、チョウチョウは、ドゥドゥドゥ、チョウチョウ、こうで、チョウチョウ、チョウチョウとかね、いろいろ、車も言えるね、車そうそんな感じでね、やってますんでね、いろいろね、喋れるようになってきたね、最近ね、そう、なになに、神奈川から見ています、あ、2歳2ヶ月の息子さんと一緒に見てますと、多分友達だと思ってます、いいですね、かわいいね、ちくんほら、同じぐらいの子だね、お友達、高尾山か、行ったことないな、ちくんの、あ、ちくんじゃない、チーム26はね、ゴールド会員です、ゴールド会員ね、本当はね、ちょっとね、年間シート買おうかなと思ってるんですけど、資料とかも取り寄せたんですけど、まあ、どうしようかなって感じですね、はい、2席はちょっと取れないので、お金高いから、1席取っても、でもそしたらね、隣同士で
家族で行けないなと思って。あれ、そうそう、だからどうしようかなと思ってますね。年間シートね。ん、てかいないいないばあは、ばあいないいないいないばあ、もうすぐ1歳のお子さん。結構皆さんやっぱりお子さんいらっしゃる方、ありがとうございます。見ていただいて、西武ドームの動画を出してくださいと。西武ドームか、この前行ったけど、西武キラーと言われるね、我らが石川歩夢投手が、私が行くことによって負けてしまうというね。え、私が行くとね、負けるんですよ、ロッテは。そうなんだから、それも込みでその年間シートをね、買わない方がいいんじゃないかと。私なんかもう毎試合見に行ったらどうなってしまうんだとね、思ってます。あった？あ、それお茶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 。はいはい、最近すごい寒い。そうですね、急に寒くなりましたね。でもね、一回この前ね、そう、北海道に行ってきたので、あの時の寒さに比べたら全然ね、まだ耐えれますね。寒かった、あの時ね。パワプロの収録の時、はじめしゃちょーさんとなぜコラボしたのですか？あれはね、たまたまね、なんか呼んでいただきました。そのゲームウィークみたいな Google さん YouTube の企画があって、一個大きいのが、そこでたまたま、まあ私も千葉ロッテファン、そしてパワプロね、ね、やったことあったので、そうそう、それで呼んでいただきました。たまたまですね。マレーシアに来てください。マレーシアに来てください。鉄道ブルートレイン富士ハヤブサ車両に乗ってください。いいですね、行きましょう、マレーシア。ねえ、マレーシアか、行ったことないな。あ、そう、留萌本線と札沼線行ったんですよ、この前ね。北海道行って、まあ留萌本線はね、もうね、あの12月の4日、4日ですよね、留萌マシケ館がもう終わるということなので、で、まあ今いろいろね、なんかパスみたいなね、ちょっとお得になるやつ出てたりして、企画もあったので乗ってきました。でもね、なんかその日の夜だっけ、いろいろ他にもその廃止予定みたいなのがテレビでやってて、で、留萌本線全部ですよね、深川から確かね、留萌間も、まあそこは日付はまだ出てないけど、まあ、廃止を一応予定しているっていうことと、あとちょうど乗ったね、札沼線ですよね、あの新十津川のね、あそこももう一日ね、今1往復2本しか鉄道列車来ないところですけど、あそこもね、もう廃止っていうことで出てましたね。もうね、そうそう、北海道はね、どんどんなくなっちゃって、すごい何年後の路線図みたいな予想図見たけども、全然ですもんね、鉄道ね。いやー、そこまで変わっちゃうのか、まあでもしょうがないのかな、赤字赤字ってね、どんどんなくなっていきますけど。あ、色が変わるトーマス欲しい、あれいいですよ、カラーズ、カラーズね。そう、新幹線、普通の新幹線のバージョンもありますけど、やっぱトーマスとかね、パーシーはね、かわいいですよね。そうそう、パーシーね、そうそうそう。あ、ベストナインだ、ベストナイン。ちっくん夜泣きありましたか？夜泣きはね、あんまりなかったですね、意外と。うん、そうだね。あ、うちの息子はちっくん大好きです、ありがとうございます。結構ね、この前もあの東京メトロさんのイベントに行った時も、あ、田村選手、
イベントにね行った時も私一人でねお仕事だったので行ったんですけど、今日チックいないんですかっていうお母様とか、チックン今日いないのみたいに言ってくれるね、お友達もたくさんいてね。ちなんなら私がその鈴川彩子としてなんかチックンママみたいな感じでね呼ばれてることもあるので、もうチックンありきですねやっぱりね。そうなんですよ、ベストナインもね見事ね選ばれてますね、ロッテからも。そうなのそうなの。久々に来ました、ありがとうございます。そうだね、北海道、せっかく北海道新幹線、まあでもそうだよね、やっぱそっからで、まあ鉄道ファンやっぱそういう、そう、まあ言ったらローカルな線に乗りに行くっていうのはやっぱ鉄道ファンが多くて、鉄道ファンっていうのはね、もう新幹線なんて関係なく乗りに行ってますからね。やっぱ新幹線開業したきっかけでまたそっちの方が盛り上がるっていうのはなかなか難しいのかなね。えどうなんでしょうね。最北端とかね、まあ宗谷とかはあっちの方は大丈夫かな、稚内ね。あ、チャンネル登録ありがとうございます。あ、すごい、息子はひたちくんが出てる、ひたちくんひたちくんと叫んでます、ありがとうございます。てか何歳まで顔出し OK に入れて、まあそもそもね、その YouTube をねいつまでやるかっていうのはね、私も毎年毎年あと1年かなって思いながらやってるので、どうなるかわかんないんですけど、まあやっぱさすがにね、学校行く前までにはね出さないかなとは思います。そこまでもしやってたらですかね、 YouTube を。なになに、ローカル線、貨物も重要そうですね。貨物ね、ちくはやんちゃです、やんちゃやんちゃ、まあ走るしお風呂ね入りますよ、今もう湧いたからね。昨日ロマンスカーに乗ってきました。いいですねロマンスカーね。え私も MSE 乗ったし、なんか乗ったな、乗りましたけどね、やっぱりなんかこう特別感がありますよね。そんなにものすごく地方に行ってるっていう感じではないんだけど、それでもねやっぱ楽しめますよね。西船のイベントは動画は撮ってないのでアップしないです。西船のイベントとか、あともこの間のメトロさんのとかは動画は撮ってないので、アップしないですね。鉄活はどうなんじゃん、鉄活は今再放送中かな、再放送やってますね。もう終わっちゃった、あれは終わっちゃったかな。結構ね、だってもうあれ撮影したのが去年の春？違うか、もっと前か、一昨年じゃないよな、去年だよな。どうだったっけ、いつだっけな、もうね、でも1年以上経ってると、1年以上経ってるってこと、一昨年かな、結構前なんですよ、とにかく撮影したのは。そうだからずっとそれをね再放送してて、いまだにね鉄活皆さんね見ていただいてありがとうございます。 DVD とかねなるといいんですけどね。前のあのソレユケ中川電鉄っていうのと、レジさん哲学の時間っていうやつはどっちも DVD になってるんですけどね、どうなんでしょうね。鉄活島風乗ってみたい、いいですね島風。島風も、あれ島風は前乗ったな、それも鉄活で。島風ね、ありがとうありがとう漏れなくね、こうね持ってきてくれたりします。島風がハッピーセットのやつかな、前のね島風。そうそうそう、
ちょっと待ってくださいね。画質悪い？そうかな？いつもと一緒なんですけど。まあでもあのライブだからちょっとね、やっぱり落ちてはいますね。普通の YouTube の動画とは違います。止まれ止まれ貨物のね、あそこはあそこや、あのあそこあそこあそこだよ、茨城のなんだっけ、臨海、あそう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 、鹿島臨海ね、そうそうそう、止まれ止まれね、結構癖のあるね言い方で、いやー良かったですねあれはね。やわ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 。ちっくん温泉入ったことないです。ないです、ないないない。なんかねやっぱりねまだねおむつしてるんで。どうしたのどうしたの、お風呂、お風呂だってよちっくんパパと。そう、え入んないの、入んないの、入んないのかな温泉ね。やっぱまだおむつしてるんでね、大浴場とかはねやっぱちょっとねこっちも抵抗あるしね。えで意外とその温泉旅行みたいなのね行ったことないんですよ。だからもしああいうなんていうの、部屋にお風呂がついてるところ、家族風呂じゃないけどなんていうの、ああいうのそういうとこはね行きたいですね。でもね家族内だったらまあ温泉入れても大丈夫かなとは思うので、そうそう。ん？概要直した方がいい？なんか違う？なんか違うかな？青波線に急行が出るらしい。青波線。青波線は、リニア鉄道館に行くときに乗りますね。北海道旅行良かったですよ、本当に。まあ、まずやっぱりそのね、増毛行けたっていうのも、一個ね。本当に、まあ、鉄道ファンとしても、一緒にね、まあ、チックも一緒に行けたので、良かったですけど。まあ、あとね、あそこあそこ、藻岩山ね。藻岩山。昨日動画アップしましたけど、あそこも良かったですよ。またね、夜に行きたいね。藻岩山。モーリスカーっていう、日本、世界か、世界初のミニケーブルカーがあって、なんか面白いんですよね。2両1編成でね。そう、乗ったね、一緒にね。すごいね、最新鋭のね。こうケーブルカーに乗ったりして、いやー良かったですよ、面白かった。ああいうのはいいよね、やっぱりこうがっつり鉄道乗ってる合間にさ、ああいう前のあのスマウラ三条遊園、スマウラのあのカーレーターみたいなさ、ああいうやっぱりね、あんまり普段その手頃手近身近に乗らない乗り物っていうのはね、面白いですね。そうそう。テレビでマシケが、マシケのスポットになってる？増毛？増毛のスポットになってる。四季島が北海道に試運転。四季島ね、今ね、もう盛んにね、いろいろ目撃情報とか、ツイッターとかに上がってますね。四季島。まあ乗りたいよね。あとまあ水風と。ね。高いんでしょうね。高いんでしょう、きっと。いやー、相当頑張って。でもまあ、あれかな。やっぱり七つ星も乗ってみたいよね。まあね。そうそうそう。いろいろね、サンライズはね、乗りたいですけど、やっぱ子連れだとね、どうしたのじいかん、なになに、パパに何かされたの、あれこれをつなげるの、はい、そうそう、なかなかね子連れだとね、やっぱね、あそこの伸び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 はまず乗れなそうだし、個室をね取るのもね
どうでしょうね。なかなかやっぱこう素心大とかさ、夜行系、まあもう少ないけど、やっぱ勇気いりますよね。こう幼児を連れて乗るっていうのは、大人だけとはね違うからね。藻岩山の近くに住んでますって方が、スマイルトレイン乗りたい。お、ね、もうすぐね新しい出ます。まだか、春かな、春なのかな、4万系でしたっけね。西武の新型車両ね、4万ですか。水戸岡デザイン七つ星の他に何が好きですか。なんだろう、なんだろうな。結構ね乗ってるんですよ、意外と意外とというか、やっぱりね、あのなんていうの、木目調、木目調プラスのれんっていうね、インパクト強いですよね。あー、でもいいよねやっぱり。なんだろうな、なんだろうね。結構でもあの感じはね、やっぱいいよね。この日本らしさがちゃんと残ってるんだけど、車両自体かっこいいし、ピカピカだしね。え、なんでしょうね。水風よかった。見ました、もう見た方います。瀬戸大橋のアンパンマントロッコね。そうなんですよ、乗りに行きたいの九州かやっぱ四国はね、まだね全然動画も撮ってないし、チックもね行ってないので、行きたいなとは思ってますね。うん、平成パンダの目つきどう思いますかあれは目つき悪いですよね。でも可愛いよね、そのなんていうの愛嬌がない感じがいいですよね結構私はもう形成ずっと使ってたので、高校生の時とか、まあそれまでも、うん、高校までかな、ずっと毎日のように乗ってたのは。そう、でもねやっぱりいいですよ、あのドアのところにねこう貼ってあったりとか、ポスターとかねよく見ますけど、いいよね。伊豆急にも観光走るみたいです。おー、九州に来る予定ありますか。いや行きたいとはね常々思ってるんでしょ、本当に。やっぱ遊ぼういとかね乗りたいんですよね、遊ぼうい。どうしようかね、いつ行こうかね。まあ、ちょっとね年末はもういろいろ予定も入ってるので、まあ、年明け本当はねあったかい時がいいんだけどね。これはね旭山動物園号だわ。遊ぼういもあったんじゃない、遊ぼういも、遊ぼうい、この間ハッピーセットで当たったよ、遊ぼういね。そうそうそう、まあ春ぐらいですかね、春ぐらいに行きたいな九州は。うん、皆さんいっぱいおすすめありがとうございます。年賀状の宛先、年賀状の宛先は吉本ですね。吉本出せる、吉本の私宛てがいいんですけど、なんかねあのね、まあ、でもマネジメントよりはできればデジタルの方がいいんだけどな。貼れるかな、ちょっとそれはね後で貼れたら貼ります。でも吉本宛てでねお願いします。お、秋田県の小坂でいいのかな、小坂鉄道レールパーク行ったことないです。あけぼの、静岡来てください。静鉄もねまだ新車両乗ってないんですよ。静鉄さん前にそれこそ鉄活で、もうすぐ新車両が出るんですっていう時に撮影に行かせていただいて、ね、いろいろ外観とかはね
見たんですけど、実際にね、新車見てないですね。吉本は東京の吉本で、新宿区にある東京吉本。うんうんうん。あ、札幌市でのポラリス。この前ポラリスね、乗れなかったんですよ。ね。たまたまね、ちょっとね、時間も短かったので、今ね、あれどこに何が走ってるかわかるんですね、札幌市電さんね。そうそう、しかも環状してたね、環状。ね。乗りましたよ。なんかなんだっけ、探偵はバーにいるっていう、大泉さんが出られた映画で使った車両っていうのにたまたま乗りました。なんかね、中にね、サインが貼ってありました。そうそうそう。そう、遊ぼういはね、親子シートっていうのがあるんですよね。まあ、特別な号車ですけど、子供が窓側でちょっとちっちゃめなの席が。で、その隣に大人用のがくっついてて、そう、ありがとう。あと、木のボールプールとかね。あと、絵本がたくさん読めるところとかあるんですよね。結構ね、知ってはいるし、おすすめもしてるんですけど、実際乗ったことないんだよな。原尾な、そうだよね。原尾も乗りたい。原尾と、あとトレイユ。あと、やっぱり伊豆クレイル。そこら辺ね、西船のね、この前出させていただいたイベントでも、ね、いろいろご紹介してたんですけど、あ、出ましたかね。これ今、右側に私の、このアイコンでコメントが出てますけど、郵便番号 160-0022 160-0022 東京都新宿区新宿5丁目18番21号吉本クリエイティブエージェンシーコンテンツビジネス鈴川彩子宛てで、ね、よかったら、あったあったこれね、一緒だね、お揃いだね。遊ぼえも載ってるね、これね、絵本に載ってましたね。よかったよかった。北海道来ますか？北海道この前行ったばっかです。この前ね、 JR 鉄道カレンダー365日、日めくり。おー、日めくりカレンダー買ったことないな。なんかこの時間の短さを実感しそうで嫌ですね、一日の。ん？あ、これ島風。ほんとだほんとだ、島風ね、一緒だね、島風ね、それね、ありがとうありがとう、島風。はい、ありがとう、置いときますよ。いいかな。はい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 。住所書いて何する？あ、なんか年賀状をね、送っていただけるっていう方が宛先を聞かれたのでね、住所、ちょっと上の方になっちゃうけど書いてあります、よかったらね、よろしくお願いします。ずかさん、北海道来たのって雪見区電車の内覧会前かな。あれ、いつ行ったっけな、多分そうかもしれない。でもなんかね、雪見区電車、なんかやってましたね、そんなイベントの設営みたいなやつを。やってました、やってました。うん、うん、うん。また北海道、行きます、行きます。そうそうそう、まさにこれですよ。旭山動物園号に乗りたかったんですけど、もうね、11月走ってませんよって言われちゃって乗れなかったので、だからあえてね、動物園も行かずに、今回本当は行こうと思ってたんですけど、動物園も行かずに我慢したので、次ね、またこれ乗りに行って、動物園もね、ね、そうそうそう、あった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 、本当だ、旭山動物園もね、行きたいと思います。ふんふんふん。水風や四季島でまた北海道遊びに来てください。いいですね、高い高いかなまあでも頑張ります。そうそうそう、
南阿蘇先生ワンピースラッピング、へえ、やっぱりラッピングが多いですね最近はね。特にそうアニメとかね、いろんななんかそう企業コラボみたいな、まあ、基本そうか、企業はそうか、でもアニメとか多いよね、こうキャラクターものだとかね。まあでもその分ね、やっぱりこう人がね呼び込めるからいいですよね。レイジさんとテレビ出てたの見たんですが緊張しましたか？多分鉄カツかな、レイジさんの鉄カツという番組だったら結構ね、ほぼ毎回のようにもう準レギュラーのように出させていただいたんですけど、やっぱりね毎回緊張はしますね。うん、あでもね普通にあの番組はもう本当に皆さん、あのプロデューサーの方も鉄道好きというか本当にお詳しい方で、でまあレイジさんともずっとお仕事ね何期間にわたってされてる方なので、もう普通に楽しんでくださいみたいな感じでやってる番組なのでね、あれは本当にね楽しいです。いつも貴重な体験をさせていただいて、姫路ね、姫路ね通るんだけどね降りないですねなかなか。青梅でいいのかな、あの東京の青梅、東京の青梅はね行ってましたよ前よく、うん、練習試合で。長野のローカル線、長野ね、今度私は一人でちょっと富山まで行くんですけど、富山どうしようかなと思って、ちょっと夜にね予定があるので、まあ、日中なんかどっか乗りに行こうかなと思いつつね、まだあそこ山積なってからちゃんと全部は乗ってないよな、あの辺り確か。まあ、乗れたら乗りたいですね、いろいろ。地方鉄道はね、地鉄さんはよく乗ったんですけど、何回か。まあでもね、やっぱり乗りに行こうかな、いろいろ。福井もね、行きたいですよ。福井。高床式低床じゃなくてめっちゃ高い。あれも乗りたいね。来年勝浦立山に来る SL 乗りますか？なんだかんだでも毎年のようにやっぱこの千葉のね、こっちの方は SL が走ってるのかな。去年もあったよね、あれ去年、一昨年、去年だよな。いや乗れるんであれば乗りたいですね、チケット取れればね。やっぱ千葉だから、千葉やっぱり千葉いいよね。あ、すごい、中一の方もありがとうございますね。え、愛知に最後来たのいつでしたか？愛知、名古屋は前にね、ニコニコ動画のイベントで行ったんですよ、お仕事で。それ最後かな。いや、行った、そんなことない、そんなことない、この前行ったよ、リニア鉄道館行きましたね。そうそうだそうだ、今年行きましたよ。うん、そうお洋服はね、いつもね ZOZO で買ってます。 ZOZO ね、 ZOZO マリンにもなりますけど ZOZO タウンで買ってますよ、ZOZO タウンで。あんまりねお店でね、まあ、見に行く時もあるけど、なんかわざわざ東京までね出るのめんどくさいんで、ネットでね結構買っちゃいます、 ZOZO でいいなと思ったやつ。うん、チックンが見えないって、息子がチックンはね今そっちでねプラレールガラガラやってます。てかお風呂入んないの？もうねんねだよ。ねえ、これ終わったら。お風呂入んないのかい？初めてライブ配信来ました。ありがとうございます。札幌この前行きましたよ。九州はね、まあ年明け春ぐらいまでには行きたいなと思ってます。プラレール踏切以外の縛りでもレール組んでみてほしいです。お、ありがとうございます。
ね、踏切以外か。でもこの前もね、いろいろ羽橋とかは入れたんですけど、まだまだね、まあいろいろあるかな、条件。やっぱなんか一つね、テーマ決めてやった方がいいですよね。うんうんうん。川越市の時の鐘？なにそれ。川越。当番アーバンパークラインのスタンプラリーしました。ぜひ乗ってやってみてください。アーバンパークラインって野田線？野田線、野田線か、野田線ですよね。いまだに聞き慣れないね、アーバンパークラインは。この前あれ？なんかで乗った気がした。確か我孫子駅の唐揚げそばね。唐揚げがひたすら大きいっていう、いいよね。これね、イーロ系がマウスみたいな。前でもイーロ系のマウス買いましたよ。なんか無線のやつあった、あった。あれどこ行っちゃったんだろう。持ってる？持ってる？あ、よかったよかった。うんうんうん。あ、日本一低いガードレールの近くに住んでるので、この前行ってきました。怖かったです。じゃあ、あそこですね。私もよく行く。ねえ。へえ、いいね、あの近くだと。毎日行けますね。クリスマスプレゼントは決まりました。決まってるけど、本当にそれにするのかっていう感じです。すごい場所取るものなので、値段はね別にそこまであのものすごく高いものではないんですけど、これラピートね、ラピート。ちょっとね置く場所ないんでどうしようかなと思ってます。大井川鉄道乗りました。夏にトーマスとジェームスとバーティー、バスのバーティー、乗りに行きましたね。ピックン自分で歯磨きます。自分で磨くし、まあ、ちゃんともちろん仕上げ磨きはやってます。でもね、まあもう嫌がらずにあーいいって言ってくれます。うん。あ、京成の十王者踊ってみたで地元の駅があって嬉しかったです。ありがとうございます。私もね京成沿線出身なのでね、前にまあ京急もやったし、伊賀伝でもやったし、まあ京成はね、いつかやってみたいと思ってたので、ちょうど動物園つながりで、竜王者で踊れてよかったです。アソボーイね、乗りたいですよ。来年初乗りはどこにしますか？ありがとう。初乗りか。どうしようかな。つもりなんかでも買いたいんだっけ、なんか年明けの切符。そうそう、西日本のね、開運なんだっけ、西日本1日のリフト。あ、そうですそうです。それをね使うのかどうなのかどうですかね。あ、ベルモンタもいいよね。そうだそうだ、ベルモンタ。あ、いつも4歳の息子が拝見しております。ありがとうございます。九州なら SL 人吉で花見したらと。へえ、いいですね。ありがとうございます。花見か。じゃあ九州だと何月ぐらいですかね。4月？ちょっと遅い、早いのかな。いいですね。人吉もね乗ってないからね、乗りに行きましょうかね。ちょうどね春に行きたいなとは思ってるので、いろいろね、あんまり行ってないから。私も前お仕事で北九州は行ったんですけど、あ、全然ね、車両も、蓄光線とかは、蓄光線じゃない、蓄光線じゃない。はい、なんだっけ、あそこ。なんだっけ。何乗ったんだっけな、あの時は。なんかね、クロス FM さんっていう、ラジオの、ラジオなんだけど、ユーストリームで映像配信みたいなやつのお仕事で行って、そうそう、あの鉄道記念館
文字校のとかはね行きましたね。ピート毎日見てます、いいな。菓子屋横丁いいな、そういうのはワクワクするよね。あらピートね、ありがとうありがとう、もう話題に出すと漏れなくね、ありがとうジック、いいのよ遊んどいて。九州は3月ぐらい、なるほどなるほど。九州、九州かな、これは九州かしら。ある列車もね、この間テレビで出てましたね、ある列車。いやー、あれはすごいよ、あれはすごい、本当にある列車乗りたいですね。本当にもう豪華のね、極みというか、ついに実現、あの夢の列車が感じですもんね。美味しそうだったしな、ご飯も。京都鉄泊近くに住んでる、いいですね。でもこの前、まあ、行ったので、まあ普通に遊びにまた行きたいなと思ってますけど、どうですかね、今回行くかな。月末じゃないや、来月の頭に大阪行った時はどうだろう。ロッテのマジスティックの、あ、新ユニフォームね。なんかあれ、あの選手着用はプリントで、ファンというかこの一般発売されるのは刺繍になるのみたいですね。そう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 、やっぱこの軽量化というか、選手側からこのプリントがいいみたいなね、声が上がったみたいでね。あとバックのね、ナンバーとかのこの縁取りがされたりとか、微妙にまあ変わってましたね。うん、いや本当に生地がね、とにかく薄くてびっくりしました。もう軽量軽量、本当に。まあ今のね、あの感じも好きなんですけど、まあまたね、新しいの出たら買いたいなぁとは思ってます。うん、そうそう。横浜もね、たまに行ってますよ、実はちっくんに叱ったりすることありますか。結構まあその、うん、まあダメなことしたら怒るようにはしてますけど、そうだね。でも何から何までダメ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 っていうよりはね、ちゃんとその理由とかをね言って、どうした方がいいとか言いますけど、私が着てるワイシャツ、あ、これはねワイシャツじゃなくて、ね、ワンピースなんですよ。実はものすごく下まで長いです。これはなんて店だっけな、アンビデックスっていうね、そのなんかなんていうの、ブランドの大元みたいなところので買いましたね。なんて言えばいいんだ、結構好きなブランドのやつです。これはアンビデックス系列の、うん、わ、北海道新幹線で札幌に、あ、とスーパー北斗で、いいですね。北海道新幹線ね、また乗りたいね。やっぱまだ H5K 乗れてないんですよ。あ、待って、そう、あ、まだ H5K が来るかな、だからね乗りたいですね。ちく見えないよって言ってるよ。もうお風呂なのに、お風呂入ってねんねなのに、プラレールがあるとね、もうね限界までね無理して遊んでますからね。さっきまでねプラレールで遊んでたんですけど、ちょっとまだそのまま出しっぱにしてたらね、永遠とこう遊び疲れますからね。
七目直美さんのラッピング電車出来上がり見ました見ました。動画に撮ってますよ、動画に。まだね、あ、そう、あれはね、本当にそのラッピングをしてる日に見させていただいたので、動画出したのは結構もう普通に走ってる、走り出してからなんですけど、実はね、多分私がね、どんな皆さんよりも先に見てますから、出来上がった姿をね、いいよね、やっぱインパクトあるよね。ですごい直美さんらしいこの色使いというか、見事にね、こう西武鉄道さんの車両とねマッチしてましたね。休日はありますか？動画撮らない、編集もない、ゆっくり休める休日、まあ、編集は主にパパがやってるんですけど、たまにでももう今日はやらんぞみたいな日はあるよね。でも動画撮らない、撮らなくて編集もない日っていうのはなかなかないかな。よっぽどもうこう具合が悪いとか風邪ひきましたとか、そういう時以外はもう毎日何かしら撮ってますかね。撮ってるか編集してるかで、うん、そうですね。東京メトロさんのはイベントに出演させていただきました。この前ね、綾瀬の車両基地公開のメトロファミリーパークかな。何時までライブするんですか？一応21時までの予定です。チクもね、もうお風呂にね、なかなかね入らないのでね。え、アスナロ鉄道ケハ遠征に住みたい、日暮里もいいですね。肩に駅員さんが乗ってる、あ、あれあれか、シンガポールの続編まだですか？あれまだ出し切ってなかった？最後だった。あら、なんでや。もうそうですね、まだ出した気がしてたんだけど、そっか、まだ出してないのか。ソニック、ソニック乗りに来てください。ソニックもいいね、かっこいいよね。九州は本当にかっこいいよね、普通に。うーん、あ、息子さん誕生日、まさきくんですか？おめでとうございます。今日誕生日なんですかね。今妊娠5ヶ月で体重が多いと言われ、毎日食べ物に悩んでます。あらあらあら、体重ね、なんかね、でもつわりとかでね、もしかしたらね、いろいろ体重の変化あったかもしれないですけど。そっか、多すぎてもダメなんですね。なんか食べた方がいいみたいな感じでね、やっぱどんどん食べさせられるし、周りからもね、難しいですよね。太っちゃダメだの、痩せたら痩せたでね、いっぱい食べろ言われてね。え、ほんまに着てみたい鉄道制服は、着てみたいのはなんだろうな。で、メトロさんの夏服が結構好きです、私は。あのシャツが可愛いなって思う。チェックのね、なんかシンプルなチェックの、うん。鉄道模型、鉄道模型さん、幼稚園の頃まで一緒に電車で遊んでましたが、最近ではゲームばっかりで遊んでくれなくなりましたわ。やっぱり分かれ道があるのかな。結構やっぱり 3,4 歳を境に、結構男の子、最初はね、みんな鉄道とか乗り物大体大好きなんだけど、やっぱそこら辺境にこう戦隊物に行く子とか、そうゲーム、まあ、妖怪ウォッチとかポケモンとかに行くことがね、結構そこで一回ね、まず別れるって聞きますよね。そうなのよ。で、多分その時に鉄道に残った人っていうのは、まあまあ
20代になるぐらいまでは鉄道は好きなんじゃないかなとは思うんですけど、ねえ怖いね。まあいいんですけど、自分の好きなことをねやってくれたら。でもやっぱこう鉄道で旅する楽しさとかっていうのはね、一緒にね味わいたいので、子供とも。いやーそうだよね、寂しいよね。廃線サイクリング聞いたことありますね。やったことないです、やったことない。なんかありますよね、あのなんていうの、この機動用のさ自転車みたいなね、二人で漕ぐやつ、左右とかで。ああいうのやってみたいですね。鈴川レールウェイの夏服はねあるんですよ、実は。最初の方夏服着てました、私も今年。うん、ベスト、ベスト、ベストなんですよ、ベスト。ベストで半袖のシャツっていうだけですけど。自分ほらお風呂に入らないのかな、お風呂に入らないのかしら、この子は。悪用のちっくん、もうねんねなのに、ねんねなのに。13,000系日比谷線もうすぐ運用開始。日比谷線か、日比谷線この前のねメトロのやつで、あのマッコウクジラは見れなかったんですね、多分。前あの番組でね撮影行った時はマッコウクジラ見たんですけど、誕生日の方多いですね。ゆうやさんかな、ゆうやくんおめでとうございます。わあ、20代で鉄道好きにカムバック。へえ、まあそのね、やっぱ自分でこう働いたりしてお金が自由にね使えるようになったら、こうね鉄道の旅とか出れるようになりますもんね。私もねやっぱ高校生の時まではまあお金もないし部活もあるしね全然行けなくて、で大学の時ももうまあ1年しか行ってないけど全然お金なくて、でお金貯めて吉本入ったりしたので養成所にね。やっぱその後ですよね、ある程度こうお金にも時間にも余裕ができてから、こうね鉄道旅にもいっぱい出れるようになったのでね。そうなんですよ、ちっくんをひたちと呼んだりします、しますね、ひたち。最近ねあの CM でね、ひたちの家電とかの CM の最後ひたちっていうのね、あれ好きなんだよね。自分って分かってるんだよね、字違うけど。GG ね、GG 佐藤ね。妊娠何ヶ月頃から赤ちゃんの品物買い揃えてましたか。いやでも結構高貴です本当に。確かネットで買えるものはああいうね、なんかベビーバスとかネットで買えるものとかは買ってたんですけど、お洋服とかはね結構もう生まれる 2,3 ヶ月前とかですかぐらいかな、準備したのは。ねねばあ、ねねばあなの。最近ね日立の CM多いですね。スーパーアズサ、スーパーアズサね、スーパーアズサ。あ、ゲーム実況ね最近やれてないですね。もうねスプラトゥーンはねせっかく上がったランクをね一回落としまくっちゃってショックでね。まあその上がったのもそのニッシーっていう裏切りマンキーコングだっけ今ね、上げてもらったんですけど、落ちていくのをね目の当たりにするショックでね、まあ、下手なだけなんで私がなかなかねやれてないですね。あもう21時かなね、
明後日テスト。あら、受験勉強の休憩中ありがとうございます。こんなんで休憩なります？大丈夫ですか？すいませんね、貴重な1時間ほど。あ、今度東洋古風踊ってほしい。いいですね。この前もね、あの実は東京メトロさんのイベントでね、東洋高速さんとお会いして、で前あの Google さんの CM で私東洋高速さんで撮影させていただいたので、そうですね、東洋高速さんなんかね、やらせていただけたら嬉しいですね。そうなの、そうなの。あ、とりあえず来週かな、来週でもないか、12月頭に私は関西に行ってくるので、またなんかね、いろいろ乗りたいね。ね、でもね、そのうち1日はね、宝塚見に行くんだ。宝塚楽しみね。次回はお留守番。宝塚バスもね、バスもまあなんだかんだで、そう、ちっくんね、バス好きなんだよね。ちっくんもパパもバス好きなので、そう。だからね、私もまあ好きですね。日本一長い路線バスとかはやっぱり楽しかったですよ、本当に。もう一回まあ乗れるのは乗りたいですけど、結構時間もね、お金もかかるんでね、なかなか乗れるもんじゃないですね。次のライブイベント、ライブイベント、イベント出演っていうことですかね。まあまだ言える範囲では決まってないので、あ、ないですね。まあ決まり次第ね、また告知させていただきます。そしてあの恋ダンスって、そう、なんかコメントでもたくさんね、あのね、動画でもいただいてるんですけど、なんかドラマのやつですよね。ガッキー、ガッキーのやつ、ガッキー。ガッキー。ガッキーね、そう。でもね、私見てないんでね、わかんないんですよ。なんか、ちょっと流行ってるってのわかるんだけど、ちょっとね、ドラマ見てないんで、ね、急にそんなね、ダンスだけ踊ってもね、緊張感ありすぎるし、ね。そうそう。あ、長野電鉄ね、長野電鉄はね、本当にね、乗りたい車両がたくさんあるので、行きますね、近々。近々行けるかな、年明けですね。年明けはもう九州も行って、四国も行って、長野も、福井も行きたいね。いろいろね、行きたいところたくさんあるので、ね、また行きたいと思います。さあ、ということでね、もうね、ちょうどね、サブ過ぎちゃいましたけど。ラッキーと、ね。なぁ。ん？なになに？それ、アイウェオじゃないよ。アイウェイユー。アイウェイユー。アイウェイユー。さあ、アイウェイユー。ね、ありがとうございます。いくも、もうほら、お風呂に入んないと。え？いつもパパと入ってるのに？ねえ、今日は入んなかったの？入んなかったのかな？ワルチクやの、ワルチク。ワルチクさんや。ワルチクさんがいるので、ね。じゃあ、このぐらいで。はい、ということで、今日もありがとうございました。またね、動画、あ、そうそうそう、近々多分、あの、世論に行った動画を公開できるかなと思うので、バニラエアさんでね、奄美群島、世論島に行ってきた動画、たくさんで、ね、海にも入ったり、ね、いろんな体験したりしてきたので、すごいんですよ。10月中頃、10月末で30度ぐらい気温ある、超南国ですからね。動画よかったら見てください。うわ、どうした、そいちくん恋ダンス、それ恋ダンスかな。あいわい、次のライブはいつですか。あいわい、いつだろう。大体でもね、多くても月1ぐらいなんですよね。まあ12月にもう一回ね、年末あたりかな、配信できたらと思うので、よかったらまた見てください。ということで、ありがとうございました。チクじゃんけんする？
さあ、ひたちくん、じゃんけんだよ。最初はグー。じゃんけん。チカチョキはチョキ、チョキはチョキ。じゃんけんぽい。何やそれは。グーかな、パーかな。うまい。ありがとうございました。あ、エンター押さない、エンター押さない。あめっちゃ下まで行った。ありがとうございます。でははでは